チャンスを作ったんですが、結果は5対1の敗戦でした。鹿児島ユナイテッド FC 動き出して巻いてきて飛び込んできました。セカンドボール頭で中、ただここは高さがある。さあボールこぼれてシュート、決めた。先制は鹿児島ユナイテッド FC、 決めたのは29番の園田拓磨。6試合ぶりのゴールで鹿児島先制。しっかりとボールを見ていました。このボールまずはクリアをして、その後中に入れて、ちょっとクリアが曖昧になったところ、最後は左足のシュート。小泉も反応していたんですが、あとわずか、狙っていた29番の園田、背負いながら冷静に左足決めていきました。これで1対0です。